こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。意外と知らない人間が貯金する理由発生。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。皆さん、世界で一番金融が進んでいる国、どこかご存知ですよね。そう、俺たちの USA です。お金のことを学ぼうと思ったら、アメリカに学ぶのが一番です。 日本にはファイナンシャルプランナーという資格がありますが、この資格試験が初めて行われたのは1990年のことです。一方で、アメリカにおいて FP という概念が誕生したのは1930年代。業界団体が整備されて、FP 制度が確立していったのは1960年から1970年ということで、日本より20年、30年といったレベルで先を行ってたんですね。日本では FP というと、保険屋さん、証券会社の営業マン、銀行員といった人の自己啓発資格というイメージを持っている人も多いかもしれません。 FP、平均年収などの検索ワードで調べられる FP の年収は、FP として稼いでいる年収というよりは、FP 資格保有者の会社員としての年収っていう側面が大きいでしょう。FP の資格1本で食べていける人の年収は、なかなか実態がつかみにくいのが現状です。一方で、アメリカにおいては FP は劣気とした専門職です。年収水準も日本とは桁が違っていて、医者や弁護士に並ぶ広報酬の職業です。それだけ金融アドバイスに対して、広く深い顧客ニーズがあるってことなんですね。 今日の動画ではそんな金融先進国アメリカで有名な FP の方が書いたパーソナルファイナンス、プロフェッショナル FP のための理論と実務から貯金に関する話題をピックアップして解説します上下巻合わせて約1150ページというドンキ的な本です分厚すぎてもはや狂気ですね今回の動画の内容は人はなぜ貯金するのか貯金の動機発生です動画の最後には貯金の小さなコツ3つについてもさらっと触れます貯金しなきゃとは思ってるけどどうしても本気になれないとか貯金したいと思ってるのになんかうまくいかない そんな人は今日の動画を参考に、貯金の目的を見直してみてください。人は正しく動機づけをするだけで大きく変われます。年間貯金額を30万円、50万円とアップさせるチャンスかもしれません。今後何回かに分けて、この書籍の中から皆さんに役立ちそうな話題をピックアップして解説していくつもりです。今日は初回ってことで、とにかく簡単なテーマを選びました。超初心者向けの内容ではありますが、さすがアメリカ様が出版された本だけあって、へえそんな考え方があるのかっていう内容も含まれています。俺は上級者だぜ。 貯金の話題なんて興味なしっていう人もぜひ最後まで聞いていってください。家族や友人に貯金のアドバイスをするときに役立つかもしれません。それでは本題に入ります。人はなぜ貯金するのか貯金の理由8生いきましょう。人が貯金をする動機は一体何なのか結論次の8つに整理されます。純粋なライフサイクル動機、投資動機、頭金動機、予備的動機、改善動機、自立動機、依存動機、体操動機。このやつですね。で、これを聞いてね。 なんじゃそりゃ、聞いたことないわ、っていうものもあるんじゃないでしょうか。ただ、金を貯めるっていう行為をこれだけ分類するところに、金融先進国アメリカのマニアっプリが出ています。大蔵動機の大蔵なんて言われたらね、え杉村大蔵さんぐらいにしか思わないですよね。一体どんな動機なのか、順番に見ていきましょう。貯金の理由1、純粋なライフサイクル動機。人は一般的に20歳前後から65歳までの約45年間働きます。その一方、平均寿命は男性で約82歳、女性で約88歳です。 働く期間は45年ぐらいなのに、働き始めてから天井を全うするまでは約60年以上あるんですね。差し引き15年間が収入が激減する空白の期間になります。働かなくなって収入がない期間、どうやって生活するんやってことで、よし、その分は働けるうちに貯めておこうってなるわけです。これが純粋なライフサイクル動機と呼ばれるものです。老後2000万円問題が話題になって以降、純粋なライフサイクル動機を元に貯金しようとする人が増えました。 老後資金というのは多くの人にとって貯金の大きなモチベーションです。貯金の理由二つ目、投資動機。こちらは投資の種線を貯めたいっていう動機です。今の日本は歴史的な超低金利です。最新の政策金利はこの通り、2008年から2022年現在までの金利を示したグラフですが、かなり低い水準で推移していますね。ここ最近話題になっているインフレ抑制のための利上げで、アメリカ1.75%、イギリス1.25%となっていますが、 日本はマイナス0.1%っていう感じで、円では預金してもほとんどお金が増えない、利子がつかない状況です。こんな状況だからこそ5、5%から10%ぐらいのリターンが期待できる株式1、1%から5%ぐらいのリターンが期待できる債券、こういった投資をするためにお金を貯金しようとする人が増えているんですね。投資動機の貯金をする人というのは、ここ20年ぐらいで急に出てきた人たちです。1980年から1990年のバブルの頃は、貯金イコール正義でしたからね。 利息が7%、8%とついていて、リスクを取った投資なんてほぼいらない時代でした。その世代の人に、投資のために金を貯めているなんて言ってもあんまり共感してもらえないんじゃないでしょうか。貯金の理由3つ目、頭金動機、耐久消費財などの寿命の長い資産の預金、教育のための資金。 こういったまとまった初期費用を貯めるための動機が頭金動機です。メジャーなものは住宅購入の頭金、残額は住宅ローン、車を購入するための頭金、残額はカーローン、子供を学校に通わせるための頭金、残額は教育ローンや奨学金っていったところでしょう。頭金は自分で準備せず、親世代から援助を受けることも多いです。援助を受けられた人は自分で準備しないで済んでラッキーって思いがちですが、罠があることも認識しておくべきですね。なぜならお金を与えるっていう行為は強い人を弱くし、 弱い人をより弱くする。そんな可能性もあるからです。欲しいもののために未来から逆算して計画を立てる。そしてその計画をきちんと実行して自力で頭金を貯める。これは決して簡単なことではありません。こういうことができる人は経済的に困窮する可能性も低いです。頭金動機というのは数ある動機の中でも健全な動機と言えますね。貯金の理由4つ目。予備的動機。予備的動機というのはもしもに備えてお金を貯めておこうっていう動機です。具体的には給与や賞与が減らされてしまった時のため。 病気などで働けなくなってしまった時のため、インフレで物価が上がり、購買力が下がってしまった時のため、っていった感じですね。特にこれといった目的もなくお金を貯めている人の中には、この予備的動機に支配されている人も少なくありません。もしもの時の不安は考え出すときりがないので、100万円貯まると200万円貯めたくなるし、200万円貯めると300万円貯めたくなるし、300万円貯まると1000万円貯めたくなるものです。自分のライフスタイルにはどんなリスクが潜んでいるのか、病気や怪我にはどれぐらいの確率でなるのか、 病気や怪我をするとどれぐらいの経済的損失があるのか、貯金以外で備える方法はないのか、こういったことを客観的に考えられない人にとって、予備的動機は不健全な動機になりがちで注意が必要です。いくらあればリスクをカバーできるのか、プラン B はないのか、この辺を数字で理解しておかないと、いくらあっても不安から抜け出せないんですね。過去何度か紹介していますが、僕の知人には奥の金を持っているのに不安が消えず、まだお金を貯め続けている人がいます。資産50億円ぐらいあっても、まだ不安って言ってましたからね。 人によってはそれほど強力な蓄財動機になるってことです。貯金の理由5つ目、改善動機。将来のライフスタイルをより良くするために、現在を犠牲にする。これが改善動機と呼ばれるものです。例えばこんなイメージですね。恋人ができたらいろいろなところにデートに行きたいから、今は節約する。子供が生まれたらできる限り習い事をさせたいから、今は節約する。いつかこんな生活から抜け出して、もっといい暮らしをするんだ。そのために今は極限まで節約する。こんな感じですね。 忍耐強い国民性を持つ日本人はこういった感覚を持つ人は少なくない気がします。一方で、今が大事な国民性の人たちはこれと逆の道をたどります。将来のライフスタイルを犠牲にして、現在を良くするんですね。要するに借金を利用するってことです。金融先進国のアメリカは借金大国でもあります。若いうちは貯金なんかしてないで、借金してでもお金を使えっていうのがアメリカ流ってわけです。彼らの一部は恐ろしいほどクレジットカードを使いまくりますからね。 貯金か借金かっていうのは、いわば未来か現在かっていうテーマです。未来のために今を犠牲にして貯金するのか、それとも今のために未来を犠牲にして借金をするのか、皆さんはどちらのタイプでしょうか。貯金の理由6つ目、自立動機。ある年齢まで働いた後、経済的に自立できるようにするためにお金を貯めておくこと。それが自立動機です。今流行りのファイヤー目的の貯蓄はこれに当たります。 退職そのものが目的ってわけではなく、自立心、自由、権力や名声などから喜びを得ることが目的です。多くの人にとって経済的に自立した状態というのは、安定した職業について長期的に生活が成り立つ状態を指すと思います。独り立ちして定職につき、自分の家庭を持った子供を見て、お前は経済的に自立していない、シャキッとせんかーって親はいないですよね。ちなみに以前、貯金ゼロの僕の父は、貯金ゼロの兄に対して、20代のうちに最低100万円は貯金せよ。 最低限の貯金をして経済的に自立せよってよく言ってました。貯金ゼロの人が貯金ゼロの人に説教するという学長家の世にも奇妙な物語でした。ただ、ここで言う経済的自立の定義は基本的にはこんな感じです。利息などの資産所得だけで暮らせる状態。例えば、月の生活費が30万円で、毎月の配当金が30万円。こんな状態。それから、働かなくても寿命まで生きていけるだけの資産がある状態。例えば、年間500万円の生活費がかかるとして、平均寿命まであと30年現在。 1.5億円の資産を保有している。こんな状態ですね。普通の人が考える経済的自立より、1段どころか50段ぐらいハードルが高いです。だからこそ、早期に経済的自立を達成できる人というのは、権力や名声も獲得しやすいってわけです。経済的自立、ファイヤーの類型については、こちらの過去動画を参考にしてください。本当にいろんなパターンがあります。メディアでは大。どれを目指すのが正解 ?4 つのファイヤーについて徹底解説。この動画ですね。貯金の理由7つ目。移存動機 遺贈動機というのは、子供、友人、親戚、慈善団体など、家族や家族以外に残すお金を用意したいっていう動機です。このチャンネルを見ている人たちは資産形成中の若い世代が多いので、自分の資産を作るのに精一杯なのに、人にあげるためのお金を貯めるなんてっていう感じだと思います。でもこの動機は決して珍しい動機ではありません。自分の老後生活のめどが立った親ほど、子供が苦労しないだけのお金を残してあげたいなって考えがちです。子供にお金をあげることのデメリットを十分に熟知している親は、 子供の器以上のお金を残そうとはしない一方で、事前団体への寄付に対する関心が強くなります。自分の死後、子供にお金は残したくない人が、国に財産を没収されるぐらいなら、自分で寄付先を選びたいって考えるのは自然な感情でしょう。自分が満たされると他人のことを考えるようになるのが人間っていうものです。このチャンネルを見ている人たちの中には、小さく始めた副業が立派な事業に成長して人財産できてしまったり、 小さく始めた投資が大きなリターンを生んで人財産できてしまったり、時間をかけてコツコツとやっているうちにいつの間にか富裕層になってしまったりっていう人たちも出てくるでしょう。そんな時、誰かのためにまだお金を貯めたがっている自分に気づいて、あー、これが依存動機なのかなって思うかもしれません。貯金の理由八つ目、滞在動機。最後の動機は、将来使う目的もなくお金を貯めるっていう滞在動機です。国語辞書を引くと滞在っていう言葉には、物資、金銭などを使用せずにしまい込んでおくことと定義されています。 似たような言葉で、思想なんて表現もされるみたいですね。いわゆる貯金マニアの動機がこれに当たります。特に欲しいものがあるわけでもなく、特にこれといった不安に備えたいわけでもなく、世の中には貯金通帳の残高がただ増えていくことに達成感を覚える人たちがいます。体造動機には本人がただ達成感を得られるという側面の他に、評判や権力を得ることができるっていう側面もあります。世の中にはよく、平均貯金額っていった情報が出回っていますよね。30代の平均貯金額は約300万円みたいなやつです。 もし30代で2000万円の貯金がある人がいたら、皆さんすごいって思いますよね。そして世間に、あの人は金持ちだって認識されると大事にされる機会も増えます。ショップ、ホテル、レストラン、親戚、どこでもそうです。何の役にも立たなさそうな体操動機ですが、承認欲求が強い人にとっては、決して軽視できない動機なんですね。物を買うより、不安をなくすことより、人に認められることが、自分の充実した人生の重要な要素になり得るからです。ところで皆さん、キャバクラでモテる人って、どんな人か知ってますか パッと入店してパッと50万、100万の高級な酒を入れて、ほら、高い酒を入れてやったぞって選ぶることもなく、人に無理なお酒を供養することもなく、酔っ払って愚痴をこぼし続けるわけでもなく、おわりするわけでもなく、機嫌よく飲んで、さっと綺麗に買える人です。それでいてコンスタントにお店に来てくれる人はもう最高です。こういう人は、あの人は飲み方が綺麗よねって言われて非常にいい印象を持たれます。ただ、残念ながら、 この飲み方が綺麗っていう褒め言葉は僕の人生の中で最も無意味で虚しい褒め言葉の一つです。事業がうまくいってお金をたくさん持ってるときは大事にしてもらえるけどお金がなくなったら全く相手にされないからですね。結局お店は自分という人間ではなくお金に関心があるだけですね。それは商売なんで当然なんですけどね。 体操動機をエンジンにして貯金をたくさん貯めて、貯金たくさんありますよアピールをして人から褒めてもらったりするのは、飲み方が綺麗って言われてちょっといい気がするのと同じように、すごい羨ましいって言われて大切に扱われて気分がいいかもしれませんが、実際自分の人生にとって本当に重要かって言われるとそれはどうかなと。これは完全に僕の個人的な意見ですけどね。意味もなくただひたすらお金を貯める。貯まったお金を自分自身の価値と結びつけて考えてしまう。体操動機は虚しさと隣り合わせの動機っているかもしれません。 以上、全部で8つの貯金の動機について解説しました。へえ、人間無意識のうちにいろいろ考えてるんだなーって感じですよね。この他に、まだまだこんな動機もあるんじゃないっていう人がいたら、ぜひコメント欄に残してください。さて、ダイエットに関する役に立ちそうで役に立たないアドバイスとして、こんなものがあります。適切な食事、適度な運動、これでバッチリ痩せられますってやつですね。 それが簡単にできたら誰も苦労せんわーっていうアドバイスの典型例です。それと同じように、貯金に関する役に立ちそうなんだけど役に立たないアドバイスが、収入を増やして支出を減らしましょうってもの。 これも、それが簡単にできたら誰も苦労せんわーってアドバイスの典型例です。だからこのチャンネルでは、表向きだけのアドバイスで終わらないように、具体的な年収アップの方法や、具体的な支出の削減方法まで、めちゃくちゃ細かくコンテンツを作っています。また、いくらこういったノウハウがあったとしても、今回解説したような、なぜ貯めるのかっていう部分を固めなければ人は頑張れません。だから改めて、メンタルの補助輪としてこの動画を作ったわけです。 さらに言えば、こういう話でただの一般論を聞かされてもつまらないですよね。なので、健全に見える動機、不健全に見える動機、幸せになれそうな動機、幸せになれなさそうな動機について、僕の個人的な偏見を交えて解説してきました。もしかしたら、それってあなたの感想ですよねって感じた人もいたでしょう。もし不愉快に感じてしまった人がいたらごめんなさい。健全、不健全、幸せそう、そうでもなさそう。このあたりは全部僕の偏見です。皆さんには皆さんのやる気が出る動機があるはずです。 ぜひ今日の動画を踏まえて自分なりの答えを出してもらえたらなと思います。なんかいい感じに貯金できてないんだよなーっていう人も今日聞いた8つの動機から何かピンとくる動機があったんじゃないでしょうか。心の声に素直に従ってその動機をエネルギーにしてもらえたら嬉しいです。まとめいきましょう。自分のやる気が出る動機を探して貯める力を鍛えよう。今日の動画では人が貯金する8つの動機について解説しました。1つ目、純粋なライフサイクル動機、老後に備えて貯めたい。2つ目、投資動機、種線を作るために貯めたい。 三つ目、頭金動機。住宅、車、教育費などの頭金にするために貯めたい。四つ目、予備的動機。もしもの時に備えて貯めたい。五つ目、改善動機。将来より良い生活を送るため、今を犠牲にしてお金を貯めておきたい。六つ目、自立動機。経済的に自由になるために貯めたい。七つ目、遺臓動機。子供や配偶者、親戚や友人、慈善団体等にあげるために貯めたい。八つ目、体蔵動機。理由はないけど貯めたい。承認欲求という隠れた目的があることもあります。このやつですね。 何のためにお金を貯めたいのかがはっきりするとモチベーションが高まります。動機の強さこそが目標達成の重要なエネルギーになります。何が自分の心に火をつけるのかじっくり考えてみてください。最後に貯金の小さなコツを3つ紹介して終わりにします。1つ目、誘惑のある場所に近づかない。キャバクラに入ってしまったらお金を使うなという方が無理です。人間の意志を台無しにするトラップは世の中の至るところに仕掛けられています。皆さんがダメだとわかっているんだけど、ついつい余計なお金を使ってしまう。 そんな場所があるのなら、そもそも近づかないようにしましょう。僕の友人は最強の誘惑マシンであるコンビニに入らないようにしただけで、毎月の生活費が2万円ほど減ったと言っていました。コンビニの店内設計ってほんとよくできてますよね。コンビニ大好きな人に行くなーって言ってるわけではないのであしからず。貯金の小さなコツ二つ目。苦痛を最小限にする。人間はとにかく生活水準を下げるのを嫌がります。現在の支出を削りたがらない生き物だっていうことです。 貯金のために苦痛を感じてまで頑張れる人が少ないのも当然の話です。その一方で、人間は増えたばかりの収入を貯金することには苦痛を感じません。なぜなら増えた収入がまだ支出のフローに乗っていないからです。だから昇給や副業などで収入が増えたら、それをそのまま貯蓄に回しましょう。痛みを感じることなく貯蓄を増やせるはずです。30歳で貯金1000万みたいな人は、新卒時から生活水準をほとんど上げていない人が多い印象です。小さな貯金のコツ3つ目。そもそも使えないようにする。 伝統と実績がある実用性100%の貯蓄法ですね。財形貯蓄などで給料から転引きする。保険料引き落としなどで強制的に口座から引き落とす。ただし僕は貯蓄性保険の活用は個人的には反対です。他には住宅を買ってしまって住宅ローン返済として引き落とす。資産価値の高い家を買うことができたら、ローン返済は貯金のような効果を発揮します。値下がりしにくく高く売れる家を買えたらですよ、皆さん。それからいでこや積立 NISA などで強制的に積立てるっていった感じですね。 こういった形を取れば、そもそもお金が使えなくなります。なので自然に貯まるってわけです。以上、参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。自制心の非常に強い修行層タイプの人は予算を作るだけでお金が貯まります。でも多くの人はそうではありません。自分のマネーリテラシーのレベルに合わせて、心地いい方法で貯めていきましょう。そのうちに目をつぶっていてもお金が貯まるようになるはずです。今日の動画が皆さんの資産像に貢献してくれれば嬉しいです。ということで、これからもしっかり学んで行動して、ジェネミチャンでいきましょう。終わりたいと思います。今日も ありがとうございました。目標達成には動機が大切。最初の動機は不順でも OK。それでは今日もいい一日を。